はい、ってことでね、ハーランドの動画撮っていきたいと思います。はい、最初に伝えておきたいことはこんだけです。最強です。もう最強すぎます。それでは試合の方に行ってみましょう。はい、ってことでね、試合の方行ってみましょう。最初はね、先発で、絶好調だったんで先発で使ってみました。もう体、何よりね、体が強い。もういろんなところで、体の強さ見せれるかなと。この3試合取ったんですけど、全部強かった。体が強すぎる。背負って反転するだけ。それでね、もう点が取れます。もうウィーレは壊れました。もう終わりですなので、対策できるディフェンダーがいるのか。これにフィジカルコンタクト99はもう必須な感じだと思われますね。まあそうね、デメリットじゃないけど、ちょっと使いにくいなと思ったのは、やっぱりドリブルが、まあ、大きいところかな。そうね、横に並んでるときがちょっと体当てられると、ちょっとね、ドリブルが大きい分スライディングされて取られたりとかがあるから、まあ試行錯誤しながらかな。もう正直最強には変わりないので、使い方次第では全然ね、このドリブルしなくてもいいと思うし、まあ僕の動画っていうか、まあ今回はちょっとハーランドにフォーカスを当てすぎちゃって、ちょっとあまりうまくいかないこともあってだけど、それでもやっぱりね、強かったね。点も取るし、絶対に。当然いいね。フォファナもね、めちゃくちゃ強かったね。まあ、コンピューター戦でしかやってないんだけど、オートスラが強すぎたね、あれ。ガランのもう完全上位交換って言っても、まあ、言い過ぎではないと思うし。全体的にやっぱ、レベル上限が、上げ幅がいっぱいあるから、まあその分強いよね。それはサンチョもね、まあ、あんまサンチョわかんなかったかな。強くなってるかって言われて、いやでもハーランドは、強いね。いやでも通常でも十分強い。FP になっちゃったらもうやばいね。やばいしか言えんもんさあさあ、前半はねあんまりね、そううまくいかなかったんから、後半ね、めちゃくちゃすごいシュート決めてるんで、もう、まあ、そこまでは。てかもう、全部すごかった、シュートは。ライジング、すごいね。しかも、めちゃめちゃ低弾道で打つし、ね。動画の一番最後らへん、確か、そんなようなシュートがあった気がする。ちょっとね、ネタバレになっちゃうから言わないけど。実はこれ弟のアカウントなんですよ。弟の携帯を借りてちょっとやっておりますね。自分はホーランドは、まあ、あ、ここね、ここ見て、ここダイビングヘッド、やばくないこれいやすごいよね、その発想。発想がね、ちょっと待って、発想ってなんていうの、インスピレーション英語ちょっと苦手だわそう、すごいわ。どうなんだろう、ルンミニゲとかだったら決まってたんかな、ちょっと気になるけど、まあ検証しようがないんでね。
ポーランドのおかげと言っておきましょう。いやでもね、強い、もう体が強いのがいいね。メッシとの違いだけど、まあ、なんでメッシと比較するのかっていうと、左足だからっていうの理由なだけです。やっぱり 2CF だと、やっぱりどうしても右は左利きを置きたくなっちゃうタイプなんでね、僕は。まあ結構いろんな人をメッシとか置いてると思うけど、さあここのね動き出しを、いやーいいね。あーいらんかったけど、ここは確かなんか変な、すっげえねインザーズ強えってなるで、ここで取って抜いてシュート入るって、キモすぎん相手怒っちゃうよね。いや俺でもね怒るよ、今のされたら。まあまさかのっていう感じで、あとやっぱりね、ここもやばいよね、ちょっとね、どうしてもねハーランドでドリブルで抜きたくてね、ちょっと何回もトライしてたんだけど、あんまり抜くことはできなかったかな。ただ抜け出しとかはもう一級品だね、もう一番いいと思う。まあインザーギと比べるのもおかしいけど、いやーでもすっげーよかったなマジで。出るかな東京 FP は。引いた方がいいかどうかってなると微妙だね。まああと3ヶ月しか使えないし、多分みんなのウイレの熱ってのも下がっちゃってると思うから、コニーはまあね、アイコニックに貯めてもいいかもしれんけど、もうこの3ヶ月無双したいんだったら取るべきだと思います。あとコファナもね、ちょっと僕の推しなんで今ここもさ、背負ってさ、ここ抜けちゃうの、強いわ、強すぎましたってことで、ね、あとはまあプレー集じゃないけど、うまくいった感じの、うまくいった感じのプレーを流すって感じで、いやーやっぱ4-3-1ね、強いね普通にそうチェフレジェンコで取ろうと思ったらハーランドの適合率 15% でやめたと思ったあれゆっくりその人危ないなさあポーランド出てるよね。やっぱここドリブルでね試すんだけどね、なんで取られちゃうんだろうね。ここのボディコンがないからか、ボディコンって関係あるのか、あそこで。ちょっとよくね、あんま数値分かってなくてね、あそこはボディコンが必要なのかな。この背負う時がボディコンが大事だと思ってたんだけど、どうなんですかね。ちょっと詳しい人はぜひコメントで教えてください。全部ね背負って反転したがっちゃってるからね、今もう少しこう落ち着いたら、あとまたねすごいいい動画撮れると思う。いやでもここでさ、違うか、違ったわ、あれも決めたっけ、ちょっとよそ見しよったいやここも抜けるの強いよね、最強で最強、最も怖いって書くよこんなの。この抜け出しよ、ポジションの位置と抜け出しよ。さあ最後の試合のプレー集ということで、確かここはもう最後開幕で終わっちゃうはず。ここで、この手なんだ、エグすぎ、
ということで、よろしくお願いします。バー